陸軍航空本部。陸軍航空本部は、大日本帝国の陸軍大臣に隷属する機関の一つであり、陸軍省の下部組織である。陸軍における航空関係の軍事行政と教育を投御、管理した。1919年、大正8年4月に陸軍航空部として、設立。1925年、大正14年5月に陸軍航空本部となり、 段階的に権限が強化され、1936年、昭和11年8月より、陸軍省の外局となった。1938年、昭和13年12月に、陸軍航空総幹部が設立されて、以後、航空関係教育は、陸軍航空本部の担当外となったが、陸軍航空総幹部は構成員の大部分が、陸軍航空本部との兼務であった。 所在地は当初、三宅坂と通称される東京市高島地区早草佐町にあり、1941年、昭和16年12月の太平洋戦争海戦と、共に同州牛込区の陸軍士官学校跡地へ移転した。その他研究機関、関係工場等との連絡のため各地に出張所があった。1945年、昭和20年11月、 太平洋戦争、大東亜戦争敗戦後の陸軍解体に伴い、陸軍航空本部は廃止された。ここでは前身である、陸軍航空部と共に述べる。陸軍が航空を兵力としたのは、明治時代からである。日露戦争で、臨時編成の気球隊が、一応の成果を収め、陸軍中央は、電信共同代隊気球班を設け常設とした。1907年、 明治40年10月、気球班は気球隊に改編され、交通兵両団所属となった。これが陸軍における最初の平時編成の航空部隊である。気球隊は当時陸軍で技術性を最も重視する公平化の一部とされ、陸軍航空は公平の管理下で糸口についた。当時の欧米列強国では気球と平行紙飛行機の研究が進歩しつつあった。 1909年、明治42年5月、参謀本部第7課において、川田明治大員による空中飛行機に関する研究と題する世の軍事航空を研究した調査報告書が提出された。これに着目した寺内正毅陸軍大臣は、海軍大臣と合議の上、官会の委員を含めた飛行機及び気球の研究機関を立案し内閣の承認を得た。 1909年、明治42年7月、臨時軍用気球研究会完成、直例、第207号が施行され、臨時軍用気球研究会が設立された。同研究会は、名称と異なり、対象が飛行機中心で陸軍主体の政府機関であった。以後約10年間、陸軍航空の研究開発は、臨時軍用気球研究会が担当し、 飛行場の選定、総従要員の欧州派遣に始まり、外国製飛行機購入の決定、飛行機及び各種機材の施策その他の責任を担った。1910年、明治43年12月には、研究会委員の日の熊蔵、徳川義徳領大尉が、日本での初飛行に成功している。陸軍は、第一次世界大戦に、 臨時編成の航空隊を投入し戦果を上げ、1915年、大正4年に航空大隊を設立、交通兵団に編入した。1917年、大正6年11月、陸軍特別大演習に参加した14機の飛行機が不時事故を多発、その他の事故も頻発し問題となった。世界大戦による輸入困難で外国製を模した国産エンジンを、 この年初めて使用し、新機材の十分な試験と完熟訓練なしで演習に投入されたのである。調査のため特別委員会が設けられたが、公平化中心の機材製作側と不評家及び、公平化中心の使用側が、故障原因について、互いに譲らず、適切な結論は得られなかった。飛行機の研究審査と、正式決定を臨時軍用気球研究会が行い、機材製造は、 航兵交渉が担当し、航空大隊は、公共守護を本務とする、この一団所属の交通兵団にあり、三者の連携は、容易ではなかった。また陸軍省内での航空政務は、専任部署がなく、軍務局航兵課が行っていた。1918年、大正7年に1月、航空関係所組織の不調和状況を有料した陸軍省は、 航空業務の中核となる人物を求め、元航平課長で臨時軍用気球研究会委員も経験した井上育太郎少将を同省の運部本部長から交通兵団司令部府へ移動させ、陸軍航空の統制刷新にあたらせた。井上は陸軍省と参謀本部がそれぞれ作成した研究案を踏まえ航空大隊の初見等も加味し、同年3月航空兵家の独立、 航空部隊の交通兵団からの分離、航空部隊を統括する、航空兵団の設立、臨時軍用気球研究会を廃止し、航空学校の設立、陸軍省航空局の設置及び空機材の管理、製造部門の設立など7項目を骨子とする、意見書を陸軍大臣に提出した。日本の陸軍は、軍政、軍事に関する政務、統帥、軍隊の支給によ 教育、軍人の訓練育成の三つの機能を、軍政は陸軍大臣、陸軍省、統帥は参謀総長、参謀本部、教育は教育総監、教育総監部が分立して担当し、それぞれが天皇に直接霊属していた。しかし、航空技術は日清月歩であり、それに鋭敏に作用するためには三機能を一括する、機構として公直令の 航空兵団を設け、航空学校を航空兵団長に隷属させ、教育を担当させるとともに、航空学校内の研究部門に、機材の研究、実験、審査という軍勢の一部も行わせるのが、井上案デった。井上案の他にも、陸軍中央には、航空改革に関する各方面からの意見が提出され、具体的な実行案が翌年まとまった。 航空兵舎の独立は保留とする航空兵団の編成は時期尚早であり、とりあえず交通兵団から分離し、一般師団に編入する臨時軍用気球研究会は廃止し、航空学校を創設する陸軍省軍務局には専任人の航空科を置くそして、井上安の航空局は規模を縮みした陸軍航空部として設立し、陸軍大臣に直令して、 航空の軍政と教育に関する業務を担任させるというものである。最終的には九百十九年、大正八年三月に陸軍次官を長として組織された土調査委員が陸軍航空部の創設を決議して大臣に報告した。九百十九年、大正八年四月十五日、陸軍航空部令直令第百十一号の施行により陸軍航空部以下、 場合により航空部と略が設立された。その任務は、同令第一条で、航空二席、する事項の調査、研究及び立案と、航空兵諸軍隊本科専門教育の聖一進歩、並びに、航空二席、する機材の製造、修理、購買、貯蔵、補給及び検査を、手のひら、つかさど、ることが定められた。陸軍航空部は、本部と補給部からなり、 陸軍大臣に隷属する本部長が全般を統率する。初代本部長は井上育太郎少将が捕食された。本部は調査、研究、教育の管理を担当し、機材の製造、修理、購買、貯蔵、補給、検査等は補給部が担当する。担当の現地現業は調査、研究、教育は埼玉県入間郡の所沢陸軍飛行場に 設立された航空部本部長令下の陸軍航空学校が補給、検査等は同じく所沢に置かれた補給部支部が実行した。それと時を同じくして陸軍省では軍務局内に航空課が新設され、公平課が行っていた航空関係人事などの行政を担当することになった。また、交通兵団司令部は廃止され、各航空大隊は 所在地の師団に編入された。こうした施策は記述の井上案からは相当に後退したものであったが、陸軍の中で航空のみが教育、操縦や技術など本科専門に限り、軍人としての一般教育は除くを、軍政統括者である陸大人霊下の部署で扱うことになり、異例かつ画期的なことであった。これは、航空部隊の教育訓練と原量軍政である、 機材補給との緊密な連携が重要視され、同一機関、すなわち航空部によって担当処理する必要性が明確になったからである。陸軍航空部は当初東京市高島地区長田町の陸軍陸地測量部内に置かれ、編成定員は本部長以下将校、将校総統官、技師など29名、巡視官、歌士官、技師など22名、総計51名で、 陸軍航空すべての管理を開始した。陸軍航空部は、毎月1回、補給部支部あるいは、陸軍航空学校などの幹部も集めて、事務連絡の会合を行い、円滑な航空業務の推進を図った。また、井上本部長は参席する各種の問題、特に陸軍省及び参謀本部に対する交渉、意見具心を自ら行いた棒を極めたが、 同じ山口県出身の田中義和陸軍大臣、同じ公平科出身の上原、優作参謀総長との関係は良好であった。1920年、大正9年5月、日本の航空開発に歴史的な足跡を残した臨時軍用気球研究会は、その任務を陸軍航空部と陸軍航空学校他に引き継ぐ形で廃止され、それまで同研究会が保管していた。 飛行機及び気球、並びに工場とその機材は陸軍航空部に移管された。同年7月、陸軍航空部は近隣の郝島地区早草町、通称は三宅坂に新設した庁舎へ転した。また、参謀本部には同年8月第一部第二課作戦に航空班が新設された。さらに同年9月新たに補給部支部を 岐阜県各務原に設置した。従来より所沢にあったものは補給部所沢支部と名称変更、新設のものを補給部各務原支部とし、所沢は東日本の各務原は中部日本異性の各部隊及び学校に対する補給業務を担当するとになった。第一次世界大戦以来、欧米列強は航空兵力の独立性を高めていた。 英国では1918年4月、世界に先駆け空軍を設立し、同年アメリカ合衆国では、陸軍の航空部門、陸軍航空部と訳される場合があるを、独立させている。日本陸軍では1920年、大正9年10月、陸軍航空制度研究委員が組織された。航空部本部長、井上育太郎中将、同年8月進級は、 前述委員の長として従来制度の改善を考察する責務が陸軍大臣より与えられた。また、同年12月から翌年にかけて海軍との共同研究も行われた。井上は陸海軍の航空を統一した空軍建設論を展開したが海軍の反対だけでなく陸軍内部でも時期焦燥論が大勢を示す空計画は頓挫した。事前策として 航空制度研究委員は、航空陛下の独立案、その他陸軍航空部を拡充し、航空本部とすることなどを研究し、1922年、大正11年11月に解散した。1923年、大正12年3月、井上は、第三師団長に転出し、白川義則陸軍次官が航空部本部長を兼務した。 航空兵下の独立に障壁となるのは、将校の人事であった。航空は操縦者を中心に、将校の比率が高く、多くの若い医官が年齢を重ねた時に左官に、進級させようにも、航空兵という単一兵下のでは、捕食先が十分でないという懸念である。これに対して、陸軍航空制度研究委員は操縦者に、可視官を多数採用すること、航空技術及び、 戦術の進歩により支援、整備、通信、気象、補給その他の地上勤務者が増大し、操縦将校は将来そうした地上勤務の上級将校に転ずるという案であった。第一次世界大戦後の不況が原因となり、日本を含む世界の体制は軍縮基調であったが、列強各国は航空軍事に関しては上述のように内容の改善と充実に努めていた。 日本陸軍では1922年と1923年の軍備整理を経て、1924年、大正13年に就任した宇垣一世陸軍大臣が通算で3度目となる、翌年の軍備整理、いわゆる宇垣軍宿に着手した。その際に、陸軍全体を量的に削減する代わりに、質的向上として近代化が進められ、 陸軍航空はその対象として充実が図られた。南山の末に航空兵貨独立と陸軍航空本部の設立が可能となった。1925年、対象14年5月1日、それまで各兵科の根性であった陸軍の航空部門は航空兵貨として独立し、同時に陸軍航空本部令直令第149号が施行された。 従来の陸軍航空部令は廃止となり、陸軍航空部は陸軍航空本部以下場合により航空本部と略に昇格した。陸軍航空本部令第1条で定められたその任務は陸軍航空部の任務とほぼ同であるが航空に関する事項の試験が加わり、航空に関する機材の製造が職責からなくなった。陸軍航空本部は 本部と補給部のみであった従前の航空部とは本質的な機能に大差はなかったが編成が総務部、技術部、補給部、検査部となり大幅に増強され定員も51名から139名となった陸軍大臣に隷属し航空本部のすべての業務を投御、管理する本部長は安万金一中将が航空部から引き続きその職に就いた。また 航空本部長は、陸軍飛行学校を霊下に置くだけでなく、陸軍士官学校を順越する権限が付与された。これは、航空陛下の独立に伴い、他陛下が、教育総監の霊下に、帰兵官、法兵官、公兵官、市長兵官を有することに準じて、航空本部長に与えられた職権である。同年5月4日、陸軍航空本部事務文書規定。 陸たち第23号により、航空本部における各部の任務は次の事項を司ると定められた、1925年5月時点。技術部は1919 19年、大正8年の陸軍航空学校設立時に、同校の研究部として始まり、1924年、大正13年の改編で、所沢陸軍飛行学校となって、以後も引き継がれてきた、 陸軍航空唯一の研究機が前身である。学校の機構内の研究部のため設備及び経費等が十分でなく、深厚な調査研究を行うことが困難であったものを、そのまま航空本部の部署に独立昇格させた。設備の関係から技術部は当面の所在地を所沢校内のままとして活動を開始した。補給部はそれまで同理補給部所沢支部と補給部。 かかみが原支部を置いた。その他、航空本部の設立に伴い、その編成内に、航空駐在官を置くことができるようになった。航空駐在官は、毒、仏、英、米の四国で駐在国及びその周辺国の、軍用航空技術、編成装備、新兵器、兵器製造とその技術、などを継続的に調査研究すること、そして陸軍が外国で購買。 または製作する兵器、材料等の検査監督と、これらに関する交渉に当たることが任務であった。1928年、昭和3年9月、技術部は、所沢から、東京吹田多摩郡立川町に移転した。また立川には1933年、昭和8年に、補給部所沢支部が移転し、補給部立川支部となった。 陸軍航空本部は設立以来10年間、編成と機能に関して大きな変化はなかった。しかし1931年、昭和6年の満州事変を契機とした情勢の緊迫により、陸軍航空は拡張を続け、それに従い航空本部の業務も著しく増大した。航空軍勢の計画機関であると同時に、実施機関でもある航空本部は、 業務が複雑かつ反対となるにつれて、矛盾を呈するようになり、特に技術部及び補給部の計画、実施の両機能を分離する必要が生じた。九1935年、昭和10年8月1日、陸軍航空本部令改正、直令、第221号、陸軍航空技術研究所令、直令、第222号、及び、陸軍航空省令、 直霊第223号が施行された。これにより、陸軍航空本部は改編され、従来の技術部は、航空本部長令下の陸軍航空技術研究所に、補給部は同じく陸軍航空省に昇格、独立することとなった。陸軍航空本部の任務は、陸軍航空に関する事項の調査、研究、試験、立案、航空陛下諸軍隊の当該陛下専門教育の、 生一進歩を図り、諸葛学校の教育、航空に関する機材の正式統一、航空に関する機材、燃料等の整備、及び検査に関する事項を司ると改められた。編成は、総務部、第1課、第2課、第1部、第2部という新体制になった。同日の陸軍航空本部業務文書規定、陸たち第16号により定められた。 航空本部における各部が司る任務は次の通り、1935年8月時点。このほか、改編前の検査部における現業を継承して、軍需品工場の監督を行う監督官を、航空本部の所轄官に設け、各地に監督班、長は監督官長、または監督官在勤所が置かれた。陸軍航空の独立強化、究極の目標として、 空軍の創設は、対象期より関係者の念願であった。その後の世界的な軍事主張はさらに空軍独立が支配的となり、ドイツの再軍備と空軍独立に刺激を受けて1935年頃より、陸軍部内では再び空軍独立論議が活発となった。結果として、やはり空軍の独立は成功しなかったが、1936年、 昭和11年2月に起こった2.26事件後の陸軍中央機構革新の流れの中で陸軍航空の強化が進められた。天皇に直令し全航空部隊を統一指揮する航空兵団、兵団長は徳川義徳省が誕生したのは同年8月である。同時に航空本部の権限も変更を受けた。1936年8月1日。 陸軍省管制改正直令第211号及び陸軍航空本部令改正直令第212号が施行された。これによって陸軍航空本部は陸軍省の外局となり権限が強化された。外局とは陸軍省外の官庁でありながらも特定の業務において陸軍省内のつぼねと同等の資格で事務を分担し、 陸軍大臣の幕僚の役割を果たす機関である。それまで陸軍省主管であった航空行政は基本となる一部を除き航空本部に集約し迅速化が可能となった。具体的な例としては航空機用機関銃や弾薬の審査はそれまで陸軍技術本部で行っていたものを航空本部へ移管し実行は航空本部長令下の航空技術研究所が 担当すること等々が挙げられる。この改変の最大の効果は、航空本部長が、航空予算を一元的に運用できるようになったことで、ある。航空予算の運用にあたっての重点形成、予算の効力的な使用がこれによって可能となった。同日付で新たに、古章三雄中将が本部長となり、航空本部の総員は、約1000名であった。 陸軍省の外局として、航空本部は、陸軍大臣の幕僚業務も行うことになったが、それでも、まだ航空に最も必要となる飛行場を設定、整備する機能を書いていた。そこで、翌1937年、昭和12年7月31日、陸軍航空本部令改正、直令第373号及び陸軍経理部、条例改正。 直令第380号が交付、同日施行され、経理関係機能が強化された。この改正により、陸軍航空本部は、総務部、第1課、第2課、第1部、第3課、第4課、第2部、第5課、第6課に加えて、経理関係の業務を専門に担当する、第3部、第7課、第8課が置かれた。 これは急速な航空増強に伴い航空本部の経理業務が反対となり、その迅速で適切な処理が重要性を増した子が主な理由であるが、航空本部は自ら航空用の土地、建造物等の建設、管理も可能となった。次に示すのは、陸軍航空本部事務文書規定改正、昭和13年陸立ち第16号その他により、定められた。 航空本部における各部の広範な任務の概要である1938年3月時点。1937年昭和12年までに陸軍航空は密る備えを進め、指揮系統では天皇に直令する航空兵団長が全航空部隊を統括することとなり、軍政面では航空本部の権限が強化され、教育においては 航空兵科士官候補生のため所沢に陸軍士官学校分校が開設された。しかし陸軍航空には中核となる機関が存在せず航空省を創設する案なども検討されたが実現に張らなかった。同年7月の日中戦争、シナ事変勃発により空軍独立を究極の目標とする航空関係者の論調は 地上作戦協力を重視する慎重なものへ変わっていった。1938年、昭和13年、こうした中で航空兵科専門教育を専任する天皇直令機関として航空総幹部を創設して陸軍航空の中核的機関とする案が参謀本部及び陸軍省内で立てられた。これは陸軍航空には画期的なものとなるが、 陸軍の伝統である教育統一を崩すものであるとして教育総幹部は強く反対した。しかし、陸軍中央の主流には航空教育の特殊性に対する理解が深まっており、陸軍省軍務局の田中新一軍次課長、あるいは東条秀樹陸軍次官、航空本部長兼務による推進が決定力とな。同年12月9日、陸軍航空本部令改正。 直令第743号が、翌10日には、陸軍航空総幹部令、軍令、第21号が施行され、陸軍航空総幹部、以下、場合により、航空総幹部と略が創設された。その主な目的は、航空総幹部令の理由書に、陸軍航空兵下軍隊のいよいよ複雑かつ、専門化せるに伴い日の2000人。 する天皇直令機関を新設私陸軍航空兵貨軍隊教育の進歩発達をズルのようある任ーんで書かれているように、千人の機関を設けることで、航空教育の特殊性と膨大化によりよく対応させることであった。また、航空総監を天皇直令とし、陸軍航空の中核的存在とすることで、陸軍内における航空の地位を高めることにもなった。これにより、 航空陛下の本科専門教育に関する事項は航空総幹部へ移管され航空本部の担当外となった。しかし航空総幹部の実態は航空本部と任意一体であり航空総幹は航空本部長を兼務し航空総幹部の人員1938年12月時点の定員は42名は3名を除きすべて航空本部の総務部及び 第一部の部長と部員が兼務するものであった。1938年12月に航空総幹部が創設されて、以後、陸軍航空は航空本部が軍政を、そして航空本部と2一体の航空総幹部が専門教育を担当する体制で投与、管理された。1939年昭和14年12月に陸軍飛行実験部が 1940年、昭和15年4月には陸軍航空交渉が設立され、それぞれ航空本部の管理下に入ったが、それ以外は航空本部の編成と機能に数年間は大きな変更がなかった。1941年、昭和16年12月8日、日本は米英など連合国との戦争に突入した。同日、航空本部及び航空総幹部は、 東京市牛込区市ヶ谷本村町の陸軍士官学校跡地、通称は市ヶ谷台に移転した。教育総幹部も同じ8日に市ヶ谷台に移転し、翌週の15日には陸軍省及び参謀本部も同時へ移転した。1942年昭和17年10月15日、陸軍航空本部令改正。 直令第六百七十九号が施行された。この改正は、航空兵器の研究開発、生産、補給、修理の指導、統制強化が主な狙いであった。航空本部の編成は、総務部、庶務課、総務課、公務課、教育部、教育課、天板課、保安課、整備部、生産課、資材課、飛行機課、兵器課、長弁課、技術部、経理部、経理課、 施設課、医務部の6部体制となった。この改編で新設された整備部及び技術部は従来の第2部を分割拡大したものである。整備部を拡充することによって航空兵器の生産、補給、修理を強力に推進する狙いがあった。他にも整備部は燃料の購入、貯蔵交付、軍事動員の人員調整などを幅広く活動した。同時に、 陸軍航空技術研究所は各部が独立した8つの航空技術研究所となり陸軍飛行実験部は陸軍航空審査部に改編されそれぞれが航空本部の干渉下となったそれまで航空技術研究所が行っていた審査業務の一切は航空審査部に移管されまた研究と施策の実行期間が明瞭に区分されたこうした改革により 航空技術研究所で乱発されがちであった航空兵器の施策は航空本部が直接試作機関に指示して厳密に実施されることとなった。その他航空作戦を重視し陸軍気象部も航空本部長令下の機関となった。同年10月10日の陸軍航空本部業務文章規定陸立第63号により陸軍航空本部における各部の広範な任務が 定められた。その主なものは次の通り、1942年10月時点。同年同月、航空本部は研究機関等との連絡のため日本各地に出張所を設置した。各出張署名と所在地は次の通り、1942年10月時点。1944年、昭和19年3月、整備部は補給部、飛行機か、兵器か、 機材が整備化に改変され、総務部に調査課、技術部に航空機化及び装備化、経理部に会計課が設けられた。また教育部の教育課は、第1教育課、第2教育課に分かれた。連合国との戦況が悪化した1944年6月、陸軍中央は、航空関係の教育機関を戦力化し、連成訓練を主眼とする5つの飛行学校。 一文校を含むが共同飛行士団に改編された。共同飛行士団は作戦参加と教育の任務を合わせて与えられ、航空総監の霊下に置かれた。1945年、昭和20年には戦況をさらに逼迫し、本土防衛に関係する航空諸軍を統率する天皇直令の航空総軍司令官は河辺昭三大将が 同年4月15日に設立された。同年4月18日、陸軍航空総監部令の適用停止に関する件、軍令陸第10号が施行された。これにより、航空本部と任意一体であった陸軍航空総監部は閉鎖され、その人員は航空総軍司令部の編成に充当された。航空総軍と航空本部の職域には明確な区分があったが、航空においては、 兵器の生産、補給と運用は密接な関係があり、航空戦力を挙げての本土決戦のため、航空本部の各部長及び部員の多くが航空総軍司令部要員を兼務し、航空本部は新たに航空総軍司令部との任意一体となったのである。同時に陸軍航空本部令改正直令第228号が施行された。航空本部の編成は総務部。 諸務課、総務課、調査課、教育部、第一教育課、第二教育課、補給部、補給課、機材課、飛行機課、兵器課、装備課、技術部、技術課、経理部、経理課、施設課、医務部、及び監督官庁以下となり、機構は従来と大差ないものの、人員は縮小された。航空本部の干渉する機関は、航空技術研究所などの研究、 生産に関する部門と教育に関係する陸軍航空士官学校各共同飛行士団などがあった。同年5月10日、陸軍大臣の令下にあった電波兵器を扱う玉陸軍技術研究所が航空本部の干渉家となった。陸軍航空本部は兵器の研究、公安、施策及び整備等に関する業務のため、あるいは航空機用木材及び 航空関係工場生産拡充用木材の取得等に関する業務のため、さらに一部では航空関係工場技術指導に関する業務のため、多数の出張所を日本国全土に置いた。1945年7月時点で確認できる各出張署名と所在地は次の通りである。同年8月午前会議においてポツダム宣言の住宅が最終決定され、 8月15日正午より太平洋戦争の終戦に関する玉音放送が行われた。同日、航空本部長寺本熊市中将は自決し、その後の本部長は河辺航空総軍司令官が兼務した。陸軍航空本部令は同年11月15日施行の臨時陸軍残務整理部令直令第631号により発射、同時に陸軍航空本部は 陸軍航空本部山無整理部部長は寺田住一中将を残し廃止となった。楽しくご覧になりましたら購読と良いです。クリックしてください。